今日さ、勝手にグッズを考える放送しようと思ってさ、けじめアラーム止めるときは小指をピッと押すと小指がシュッて引っ込んで止まる。本日はイナバーハニルのシュベラない話をねやろうと思います。じゃあ、ナナシに説教されて大恥をかいた話、これいくが、ある日ね、オフコラボをするからって言って、あるところに集まったんですけど、その時に集合時間が夕方4時だったんだけど、デルちゃんだけ夕方ね、3時に来てくれと、ナナシに言われて、なんか説教されるんかなみたいな、恐る恐る言ったんですよ。ただまあ、応接室みたいなとこね、この前言いましたよね、ハネルさん。勇敢喫茶アニマーレっていうね、イメージがね、悪くなるから、こう、エッチな、ツイッターのね、画像とかを、いいね押したり、リプ送ったりするのはやめてくださいと。ハネルさんはね、ポンポンブリンクとコラボしたいんですよね、と。ポンポンブリンクはそんなね、エッチなね、イラストばっかりいいね押したり、リプ送ったりしている人とコラボしたいと思うでしょうか、と。はぁ、しょうもしい。でも、ねるちゃんこの前怒られたか、なるべくエッチなようにしてるんですけど、そんなしましたっけみたいな。多分、なんか間違えて押しちゃったんじゃないかな、みたいな、言ったんですよ。また、ハネルさん、わかりました。とか言って、こうね、おもむろにね、スマホでツイッターを開き、ナナシが、ねるちゃんのいいね欄をこう出して、ハネルさん、これはとか言ってね、もうめちゃくちゃドエッチな画像で、ね、めっちゃ怒った顔で見せてくるわけですよ。うわ、ちょっとやめてください、ちょっと、そう、これはみたいな、そう、これはみたいな感じで、次々、そう、これはみたいな、今、目の前で見せてくるわけでしょ。寝れちゃう。だってさ、夜のさ、ちょっとなんかさ、深夜の気分でさ、これいいのよ、と思ってニヤニヤしながらさ、いいねボタン押したやつでしょ。それをね、真っ昼間に会議室でこう見せられるわけでしょ。恥ずかしいでしょ、そんなの。こんなね、辛い思いをしたの初めてです。強いパソコンになったのよね、レちゃん。何、スペック知りたいの？スペック知りたいの？知りたいの、みんな、レルちゃんのスペック。レルちゃんのパソコンね、黒いよ、まず色が。これ。コアいくつだろ？コアは一つだよ、レルちゃんは、そりゃ。ねるちゃんのコアは一つしかないよ。ここで。ここ。Fカップの音したでしょ？ Fカップの音よ、これがね。これよ。大パンじゃないよ！失礼だ！大パンじゃないよ。IQ。あと、I7!I7-9900。OK！ ってやつだ。これが何？パソコンなの？これが。あ、違うわ！ IQ だわ、これ。あ？ IQ?I7?IQ? わからんわ。まあ、似たようなもんでしょ。2しか変わらないでしょ、だって。2しか。あ、D カップと F カップぐらい違うな。それは、大きく違う。あのね、女の人は、F カップ以上あるかどうかでやっぱ決まるから。E カップまでだったら、美人を取るけど、F カップ以上だったら、ブスを取る、ネルはね。ネルはね。SSD が、WD ブラックっていうのと、WD ブルーってやつって書いてある。みんな日本語で喋って何言ってるかわかんない！何言ってんの、みんなは！何？イスタンブールみたいなのやめて、ちょっと！タージマハルみたいな、そういうのやめてよ！知識マウント取られてる、クソー！今日さ、勝手にグッズを考える放送しようと思ってさ、なんか全然思い浮かばなくてさ、ナナシンクのアーティスト枠といえば、カモミカモミ先生、もしくは稲葉ハネル先生のどっちかだから。まずは、これ、ワニ、ネルちゃんの描いたワニの T シャツ。パクリっぽい？パクリ？これ、ネルステっていうブランドだもん。ネルステっていう新しいブランド。どこ
これ見た。ね、ねるちゃんは考えたんだもん、これ。ねるちゃんは考えたワニだもん、これ。ねるちゃん的にはこのラコステはなかなかこれからの季節にもいいと思う。ねえ。ラコステ違う違う違う、ね、ラコステじゃない違う違う違う、ね、ね、ねるして、ねるして。許してシャツ。あと前考えた、アラーム。けじめアラーム。ダネルちゃんが、けじめつけさせてもらうでー、けじめつけさせてもらうでーってずっと言うの、アラームで。で、止めるときは小指をピッと押すと小指がシュッて引っ込んで止まる。ネルちゃんの手の型でこれ作ればいいじゃん。これもこっそり作っちゃうか、ネルシにバレないようにこっそり作って、メルカリで1個3万円で売っちゃおうか。闇営業。大丈夫。怒られたら延々して記者会見するから。ごめんなさい。ネルちゃんはそういうつもりはなかったでしょって泣くから大丈夫。やばい、来たねー、やばい、わー、嬉しい。勇敢喫茶アニマーレと今絶賛コラボが開始したてもほやほやの暁のブレイカーズというゲームをやっていこうと思うんですけれども、今日のログインボーナスはこちらです。ネルちゃんのために使ってね。行くわー、テクニシャンネル行くわー、お願い。私にスピリットジェムをちょうだい。ひょーんぴっ、キラーして、あ、来た、キラーした、来たんじゃない、これ、これさすがに来たでしょ。銀色ある、銀色ある、金色がある、これ来たでしょ。またキャラメル来い、そう俺って言ってる。フローローグ開始。ここは北区赤羽のどこかにあるという不思議な喫茶店、勇敢喫茶アニマーレ。何やってんだあいつら、遅刻やぞ遅刻、まったく何なんだ、かわいい、容疑者しかおらんのかこの街。今のかわいい、ウェーってしてた。おや、あれは、あ、オタクだ、オタク。ネルちゃんと同じ陰の気配。え、今の3人で写真撮っていい、インスタにあげる、インスタ、イエーイ、こいつらこっち側の人間じゃなかったか。かわいい、こいつら普通じゃない、そこの人危ないから下がってて、この顔かわいい。今街でさっきみたいな人たちが暴れてるらしいから、一人で行くのは危険。暴れてるのを放置してていいの？暴れてるのは倒していいって言われてるけど。え、つまり用のものを片っ端からぶっ殺していいってこと？え、なんか流れ変わってない？勇気はホラー部べーし。どすっ取り出してきた。ちょ、流れ変わってない？ほら、家の中に帰れ。え、ちょ、ちょ、ネルちゃん。